MBC では鹿児島のさまざまな団体の皆さんとともに海と日本プロジェクト in 鹿児島に取り組んでいます。今も昔も暮らしと密接に関係がある鹿児島の海、海にまつわるさまざまな情報発信や取り組みを通してみんなの海を次世代の子どもたちにつないでいこうというプロジェクトです。ということで、海の生き物を見るには、はい、やっぱりいい場所は鹿児島水族館ですよね。ですよね、はい。海に漂う生き物を取り上げた特別企画展がイオワールド鹿児島水族館で開催中です。鹿児島水族館に藤本さんが行っています。藤本さん。はい、私は今イオワールド鹿児島水族館に来ています。現在こちら特別企画展漂う生き物ウキウキクラゲとプカプカ仲間たちという特別企画展が行われておりましてずいぶん長いことこうふわふわしてるなと思ったらクラゲだったのね。そうなんです、クラゲになっておりました。こちらの水槽後ろからこのようにクラゲと一緒に写真を撮って楽しむことができるんです。はい、今日一緒にご紹介していただくのはイオワールド鹿児島水族館の筑地新光子さんです。よろしくお願いします。同じ被り物をしてますので、ね、そうすごく素敵ですけれども夏の思い出の一枚が撮れそうですよね。そうですね、ガラス越しにクラゲとぜひ一緒に思い出の一枚お願いします。このクラゲ何という種類なんですか？はい、これは水クラゲという種類で、とてもたくさんいるクラゲですね。海にいてこう刺されると痛いというイメージがありますけれどもどうですか？はい、毒はあるんですが触ってもそんなに痛くはないクラゲです。あ、そうなんですね、はい、このように水槽の中で漂うクラゲを見るとなんだか身近な感じがしてきますよね、はい、さあ早速企画展の方も見てみましょう。こちらにはですねクイズがございまして、プランクトンって何ということで、こちらの棒を生き物にかざすと、うん、プランクトンであればひっつくんですよね。はい、はい、ということで岡田さん柳さん、先ほど入り口にあったクラゲ、はい、これはプランクトンだと思いますか？思います。お、思います即答がありましたけれども実際試してみましょう。せーのよ、あ、やった、つきました。ということでクラゲはプランクトンなんですよね。はい、漂う生き物のことをプランクトンと言います。大きさや種類には関係なくプランクトンですので、クラゲもプランクトンの一つであるということができます。なるほど、勉強になりますね。どういうことか、こちらクラゲがプランクトンということが分かりましたので、こちら奥に進んでいきますと、こちらにはクラゲの一生を解説したパネルがあります、プラヌラ、ベントス時代、プランクトン時代とありますけれども、これはどういうことなんでしょう？はい、プラヌラというのはクラゲが産んだ卵から出てきた、要するにクラゲの赤ちゃんですね、うん、赤ちゃんはいきなりクラゲとして生活をするのではなく、一度岩などにくっついて成長する時代があります。それを漂って過ごすプランクトン時代に対してベントス時代と呼んでいます。なるほど、漂い出したらプランクトンになるというふうに考えていいですね。はい、さあそのような成長したクラゲがこちらですね。綺麗ですね、こちらのクラゲ、はい、なんだかすごく幻想的ですよね。そうですね、はい、なんとアメリカ柳クラゲという、はい、とても大きなクラゲです。柳クラゲ、アメリカ柳クラゲなんです。柳さんちょっと身近ではありませんか？ちょっとゆうらゆうら。さあどんどん奥に進んでいきましょう。こちらクラゲのお食事タイムが午後2時から行われてるんですか？はい、午後2時から毎日ですね、このクラゲに餌をやる、解説付きで行っております。うん、クラゲに餌、クラゲが餌を食べている瞬間ってなかなか見ることができませんね。そうですね、何を食べているのかよくわからない状態だとは思いますけれども、ぜひじっくり観察してみてください。はい、夏休みのお勉強にぴったりかもしれませんね。いいと思います。さあそしてこちらに見えてくるのが大きなヒゲですか？これそうですね、これは何のヒゲなんでしょう？はい、ヒゲクジラのヒゲです。触ってみてもいいですか？いいですよ。あ、すごく硬いですし、内側から触るとゴワゴワした毛がたくさん生えてますね。そうですね、すごい、はい、このヒゲクジラはですね、プランクトンを食べている生き物です。プランクトンを食べるときに水ごとプランクトンを吸い込んで、このヒゲの部分で引っ掛けて集めてプランクトンを飲み込んでいるんですね。なるほど、ということで後ろのこのパネルご覧ください。エビの折り紙のカラフルなものがたくさん貼り付けていますが、うん、これ実はですね、こちら作ってみよう工作コーナーというところがありまして、ここで子どもたちがですね、今一生懸命作っていますけれども、実際に自分で作った作品をこのように展示の一部として貼り付けることができるんですよね。はい、そうなんです。ではここで、遊びに来てくれている女の子にお話を伺いたいと思います。こんにちは。こんにちは。今日水族館来てどうでしたか？
いろいろな生き物とかがいて面白かった。勉強になりましたか？はい、はい、ということで子どもたちもですねすごく楽しそうに過ごしています。ありがとうございました。さあまたまた奥に進んでまいりますと、最後にはですねこちらマンボウ、マンボウもプランクトンという展示もあるんですよね。そうですね、漂っていればプランクトンということができるので、はい、漂っているマンボウはプランクトンなのかもしれないですね。プランクトンの一面もあるということなんですね。はい、そうなんです。 いや、すごく勉強になりました。そういうことか。さあご紹介してまいりましたがこちらの企画展はですね他にもさまざまなイベントが行われます。こちらご覧ください。まず一番上、自由研究応援ということでカラー魚拓を作ろう。今現在筑地新さんが持っていただいてますが魚拓って白黒のイメージがありますけれども、ね、綺麗ですね。はい、普通は墨でやるんですけれども、はい、色のついたインクで作るとこんなに実物みたいに綺麗な魚拓ができるんですね。ぜひ皆さんこちらもチャレンジしてください。はい、他にも紙粘土で生き物を作るコーナーだったりイルカにタッチするコーナー、そしてイルカに合図を出したりピラルクーの餌やりジンベエザメの食事を見ることもできますので、はい、ぜひ皆さん夏の思い出にお出かけください。以上水族館からの中継でした。おーい、いやあのねプランクトンって漂うものっていうことなんですね。お勉強になりました。だからマンボウもプランクトンも言えなくもないっていうことですね。そういうことなのか。クラゲって癒されますよね。癒されます。動き見てるだけでね。またいろんなのがありましたね。あの帽子どうやって作るんだろう、ね、聞いてみたいですね。あれもちょっと自由研究にいいかもしれないですね。クラゲの帽子、はい、水族館から中継で伝えてもらいました。